2019年末のグループ結成から実力を伸ばし続けている JO1。 振り返ってみると、デビュー間もない頃はダンス、ボーカル、ラップ、それぞれの得意な分野で各々の強みを見せていた印象があった彼らだが、昨今は各メンバーが複数の強みを惜しみなく発揮しているように思える。個人としてのスキルはもちろん、グループとして強固な一体感が生まれ、多くの人を魅了する存在へと成長し続けている印象だ。そんな JO1 の魅力は、他のアーティストの楽曲をカバーした時にも顕著に現れる。今回は、JO1 が楽曲をカバーした際の魅力について解説し、なぜ彼らのカバーパフォーマンスは多くのファンの注目を集めるのかを紐解きたい。直近では8月の KCONLA2023 で、セブンティーン、孫悟空、スーパーを披露した JO1。KCON オフィシャル YouTube チャンネルではオフィシャル映像も公開されたばかりだ。原曲の孫悟空、スーパーといえば、忍者のような衣装を身にまとまった対処隊のダンサーを引き連れて、目まぐるしくフォーメーションを変える力強いパフォーマンスが印象的だ。対する JO1 は、同ステージでメンバー11人だけで見せたのだが、まるで人数の違いを感じさせない圧巻のシンクロパフォーマンスで多くの観客の心をつかんだ。特に印象的だったのは、一番のサビ終わりのラップパート。原曲では、バックダンサーが回となり、SCOUPS が飛び跳ねながら前に出てくるところなのだが、JO1 は10人が支えを組み、木又かけなりが出てくるパフォーマンスに、まさかあのパフォーマンスを11人で再現するとはと驚いた方も多いはずだ。さらに言うなれば、メンバー全員がまんべんなくセンターへと出てきたことも印象的であった。これは、先述した通り JO1 全員が複数の武器を持っているからこそ。デビュー当初はダンスといえばパフォーマンスリーダーの川尻蓮、歌唱といえば河野純喜と与那城翔というイメージがあったのも事実だが、今や誰に歌唱、ダンスラップを任せても安心感があるオールラウンダーの集まりとなっている。ライブ映像ではパフォーマンス後の歓声の大きさや、現地 LA の観客のリアクションにも驚かされた。また、YouTube には多くのファンが撮影したファンカムが投稿されており、コメント欄も大いに盛り上がっている印象。特定のグループのファンのみならず、広く K-POP を愛する現地のファンが多く集まった KCONLA。JO1 はそこで間違いなく爪痕を残したと言っても過言ではないだろう。JO1 がカバーしてきた楽曲は、孫悟空、スーパーだけではない。今年の5月に幕張メッセで行われた KCON Japan 2023では、BTS がアーミー、BTS のファンに向けて歌った楽曲、Boy with Love をカバー。ここでは、先ほどの、孫悟空、スーパーとは打って変わって、表情豊かに爽やかで可愛らしい JO1 を見せてくれた。もしも、孫悟空、スーパーをきっかけに、JO1 のカバーパフォーマンスが気になる、と過去の映像を探してたどり着いた人がいるならば、さっきと同じグループ、と驚くかもしれない。それくらい印象の違う2曲で、JO1 はジャム。JO1 のファンや会場に集まった K-POP ファンを魅了したのだ。なぜそのようなことが可能なのか。それは結成のきっかけとなったオーディション、プロデュース101ジャパン中から培ってきたコンセプト消化能力の高さゆえではないだろうか。丁寧に楽曲を紐解き、咀嚼して、そこに対する意識をメンバー間ですり合わせているからこそ、納得感のあるカバーパフォーマンスを実現。だからこそファンのみならず原曲グループや K-POP ファンを熱狂させているのだろう。また、原曲をリスペクトしながらも自分たちのパフォーマンスとして落とし込めるのは、彼らが JO1 として歩んできた4年間があってこそだ。振り返れば爽やかな楽曲から、本格的なダンスナンバー、妖艶なパフォーマンス、歌唱力が際立つバラードと、ジャンルに縛られることなく、多彩な楽曲にチャレンジしてきた JO1。その中で、JO1 らしさを共通言語として持てるようになったのだろう。9月20日にリリースした3RD アルバム EQUINOX はまさにそれを体現するような作品で、新曲を含む全16曲が収録されているのだが、それぞれの楽曲は異なる曲調でいろいろな表情が見えるにもかかわらず、なぜか全ての楽曲において JO1 らしいという印象を受けることができたのだ。特にリード曲ベヌスは芸術的なフォーメーションが美しく、4年間で培った JO1 らしさがまさに現れているとも言える。
こうして磨いてきたパフォーマンス力があるからこそ、自分たちの楽曲であろうと、カバーであろうと説得力のあるステージを見せてくれる。様々な表情を見せながらも JO1 の11人らしい、高クオリティなパフォーマンスをこれからも期待したい。